東京決戦いよいよ最後のカード、全日本プロレスの総帥ジャイアント馬場が登場してまいります。 PWF のヘビー級のタイトルマッチ、燃えるジャイアント馬場に挑戦するのは言わずと知れた不沈艦のスタン・ハンセンであります。おそらくスリルに富んだ激しい選手権になることは必至でありますが、まずチャレンジャーのスタン・ハンセンの控え室にカメラが入りました。ちょっと様子を見てみましょう。山さん、いかがですか？非常にね、意気込んでますね。意気込んでますね。やる気満々ですね。はい、はい、これがスタン・ハンセンの表情であります。チャレンジャーであります。全日本プロレスに登場して初めてのタイトル、スタン・ハンセンの表情ご覧いただいております。なかなかいい顔つきをしてますね。そうですね、左腕は高くってね、はい、レジェンダーミアスの準備でしょうか。スタン・ハンセンは花束を受け取りません。何やら起こりそうなムード、徐々に興奮してまいりました。1万500人のお客さん、リング上では PWF の ヘビー級の選手権でありますので、これよりタイトルマッチ宣言が日本テレビの岩渕康雄常務取締役によりまして伝えられます。82年になりまして PWF の歴史の方も10年目を迎えました。しかし今夜最大の危機にさらされております世界のジャイアント馬場、去年は4回防衛に成功、ガニア・コックス、鎌田・ブロディの挑戦を退けました世界のジャイアント馬場であります。さあ、その黄金のチャンピオンベルトが両選手に見せられました。いよいよ始まります PWF のヘビー級のタイトルマッチ、 2.4 東京決戦最後のメインイベント、 PWF のヘビー級の選手権試合、両者の紹介。チャレンジャーのスタン・ハンセン、恐怖の首折り、天下のハットをファンに投げ入れました。
ジャイアント馬場。試合ルールは時間無制限の一本勝負であります。両者入念なボディチェックです。まずスタンハンセンの入念なボディチェック、そして非常にリズムを作りますジャイアント馬場であります。まず山田さん、非常にジャイアント馬場選手が落ち着いてますね。そうですね、あの試合前のね話も聞いたんですが、はい、ラリアートの強さを認めてます、さあ試合が始まりました。大きな3本のロープを大きく大きく使います。さあ肩から当たった、まずはショルダータックル、スタンハンセンが16番だ。これは奇襲戦法、16番ヒット、ジャイアント馬場の16番がスタンハンセンの顎の当たりを捉えました。これはいい攻撃でしたね山田さん。そうですね、やはりあのハンセンのようなタイプには、はい、先制攻撃を仕掛けるの方がいいですね、はい、リングの中央で堂々と渡り合いますジャイアント馬場、そしてスタンハンセンであります。さあ恐怖の首折り、これはもう絶対に注意しなくてはなりません。このウエスタンラリアット、スタンハンセンのウエスタンラリアットが勝つか、それとも馬場の16問か。馬場が燃えています。大きく左手を使って16問当たった。2発目、一発二発、完全に16問が翻弄しています。16問がヒット、非常に鮮やか、至近距離から当たりましたが、しかしスタンハンセンは早くも2パットを打ちました。2パットを打ちました。その前に打ちましたエルボードラップもかなり効いています。さあスタンハンセンが猛反撃に出てまいりました。首投げです。そして左から打ち下ろします。ものすごい肩口に当たりますエルボーバット。この恐怖の強いサポーターが本当に不気味な存在ですね山田さん。左からの攻撃がね、実に強いですね。そうですね、ただねあの馬場選手はね、はい、非常にあの危険なことだが、あのウエスタンラリアットを食ってみようという気もあると、いうようなふうにも言ってますね。まあ、実はジャイアント馬場選手は埼玉の深谷大会で、まあ、非常に浅かったんですけれども、一度はこの、スタンハンセンのウエスタンラリアットを食っています。この首折りを完全に防ぐことが勝利への道でしょうか。そうですね、まあ食わないに越したことはないんですが、私はね相打ちに行く手もあると思うんですよね。館内の大歓声をお聞きいただきましょう。今夜はジャイアント馬場への、コールが非常に多いようです。東京体育館1万5000人、サイドのヘッドロックグイ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 、ジャイアント馬場の首を締め付けております。三半線川津掛け、川津掛け、川津を落として引いた、後頭部を打った、チャンス馬場、チャンス馬場、チャンス、どうだ、カウントワンです。初体をのしかけました世界のジャイアント馬場。なかなか田澤さんいい出だしですね。非常に積極的にやってますね、はい、そうですね、これはいいですよ。王者、さすがに王者、インサイドワークも長けております。いわゆるこの勝負強さを発揮してもらいたい今夜のリング上、王者ジャイアント馬場、なかなかいい出足であります。しかしスタンハンセンはもう相当な馬力を持っておりますので、あくまでも、隙を作ってはなりません。今ね、はい、ハンセンの左腕をね、あの下ろしてますね、腕折りやってますね、これは明らかにね腕を狙ってるんですよ、はい、この腕から出てくるウエスタンラリアと、それを封じてしまおうということですよね。黄金の左腕をもうジャイアントボブが全体重を乗せました。145キロを乗せまして、スタンハンセンの恐怖の首折りこれを切り出しました。黄金の左の腕を完全にもうキックで押さえつけました。さあスタンハンセンが怒った、今度はスタンハンセンのキック、ものすごいキック連発、マシンガンキック当たった、ババ倒れた、危ない、ここで隙を見せてはいけません。戦う姿勢を取らなくてはいけません。ジャイアント馬場今度はダブルチョップに出ました。しかしスタンハンセンの黄金の左の腕もちょっと鈍っているようです。こういう戦いになりますと、そううかつにはスタンハンセンもウエスタンラリアット出せませんね。そうですね、しかもね、はい、あの今左腕をしきりに気にしてますからね、さっきのあの馬場選手の攻撃がかなり効いていると見ていいでしょうね、今度はあらかじめに出てまいりましたスタンハンセンであります。注意しなくてはなりませんのは、山田さん、このスタンハンセンは、恐怖の首折りがあるんですけれども、その前に打ってまいりますニードロップ、それからエルボーバット、こういった大技も要注意ですね。そうですね、それともう一つ、はい、ファンの方に注目していただきたいんですが、ハンセンは両方の手が効くんですよ。もともとは右利きの人ですね、はい、あのラリアートは左で打ちますが、パンチなんかは右ですね。なるほど、はい、このウエスタンラリアット過去の戦績を調べますと 99% は成功しております。しかし日本の過去のリング上で失敗したのは2度だけ。従いましてジャイアント馬場この 1% にかけているわけであります。脳天不意打ちの体勢、ジャイアント馬場の体チャップが冴えます。ものすごいチャップが冴えました。ジャイアント馬場いい動きだ。さあ今度はスタンハンセンの左の肩の上に乗せました。これはいい攻撃ですね、完全に黄金の左の腕を封じています。ジャイアント馬場さすがにインサイドワークには長けています。そして黄金の左の腕をもう完全に焦点と狭めました。滅多打ちであります。馬場非常にいい攻撃でありますが、今度は足殺しに出てまいりましたチャレンジャーのスタン・ハンセンであります。
腕を攻められたら今度は自らの両方の足でジャイアントボバ挟み込みましたね。そうですね、おそらくねこれはねハンセンこの形でダメージからの回復を狙ってるんですね、はい、相当左腕ね効いてますよ、はい、このプロレス専門家の話によりますと非常に下馬評では今夜はとうとうジャイアントボバタイトルを失うんではないかというような、非常にそういうような考えが多かったんですけれども、しかしジャイアントボバ選手は非常にこの窮地に追い込まれた時に強さを発揮するタイプの男であります。世界のジャイアントババであります。過去もたびたび窮地に追い込まれながらも必死で防衛してまいりましたジャイアントババ、プロレス界の王道を言っておりますババ、ここは負けられません。さあスタンハンセンの猛反撃、今度はジャイアントババの命であります足を封じに行きましたね。そうですね、お互いにねあの得意技封じに出てますね。そうですね、はい、両選手の意気込みがもうこの1万500人のハートを揺さぶっております東京三大決戦最後の名イベント PWF のヘビー級の選手権、チャレンジャーは最強と言っていいでしょうスタンハンセン。しかしジャイアントボバ出足から非常に快調、ちょっと硬直状態になりました。目前に迫りましたジャイアントボバ、ジャンボ鶴田、そして天竜のアメリカ遠征。しかしこのスタンハンセンはあの怪物ブロディとタッグを組みましてアメリカフロリダ州のセントピータースバーグベイフロントアリーナに登場して鶴田天竜と対決するわけです。そのためにも山田さん今夜この鶴田天竜らに勝ち方を伝授したいところでしょうね。そうですね、さあ、ま、ジャイアント馬場が攻撃に出てまいりました。また腕くじきに行きましたね、いいですね、完全に左の腕を封じております。いい作戦、さすがにクレバーな頭を持っております世界のジャイアント馬場 PWF 今夜9回目の防衛戦、左の腕をねじ上げました。さあ勝機をつかめたスタンハンセンを立たせます。そしてさらに力を加えた、完全に左の腕、黄金の腕を封じましたジャイアントババであります。めった打ち、左の腕をめった打ち、これはいい作戦だ。完全にウエスタンラリアットを封じていますが今度は右手を使いました。スタンハンセン右手を使いました。リングの中央、今度は右手が繰り出します。エルボーバット強烈、頸動脈のあたりを捉えた。しかしババも猛反撃、そして空手蹴り、脳天空手蹴りの体勢。しかしスタンハンセンが危ないぞ、ウエスタンラリアットいかない、カウンターのエルボー、ウエスタンダリアットかと思わせましたが、しかしカウンターのヘルボーバットがありました。これも強烈にヒット、ジャイアントボブの喉元に食い込みました。一呼吸つきます。場外での世界のジャイアントボブであります。いやこれは懸命な策ですよ、懸命な策ですね。無理にああいうダメージを負った時にですね、はい、攻撃を受けるよりも一旦身をかわした方が賢明ですね。これが PWF の王者ジャイアントボブ、54年の2月の10日シカゴでブッチャーからタイトルを奪還、以来3年目、しっかりとベルトを保持しておりますが、しかし今夜は最強のチャレンジャースタンハンセン。しかしいかにも頭のいいジャイアントババ左封じに出てまいりまして、今のところこれは田澤さん構想してますね。ああババ君の作戦非常にいいですね。いいですね、積極的に出る、今度は右腕を封じるね。それから今の間を外したのもうまい。今度はスタンハンセンが左の腕が使えなくなりましたので力攻撃出てまいりました。相手の懐深く入り込みましてベアハッグの体勢に持っていこうとするスタンハンセンであります。ジャイアントボバはこの後の作戦どういう風に考えてますか。非常にね、とにかく落ち着いてるのでびっくりしますね。そうですね、全くあの、はい、今までの攻撃を食っても動じるところがないですね。足を取っての首固め、スタンハンセンが足を取っての首固めに出てまいりました。なおこのスタンハンセンは過去日本での試合を、紐解いてみますと一番長い試合が23分あります。そして短い試合がたびたびご覧いただきましたように2分で勝負がついているわけですが、問題は23分過ぎスタンハンセンのスタミナが持つかどうか、このあたりも当然ジャイアントボバ、頭のいいジャイアントボバはこの長期作戦を思い切って考えていることでありましょう。いい流れを作っております、世界のジャイアントボバであります。足をがっちりと攻めています。この体勢どっちが有利ですか山田さん。そうですね、今のところね、はい、あの五分五分ですね。ハンセンもねうまい攻撃に行ったの体を預けてるんですが、馬場、はい、選手があの足をホールドしてますしね、何しろこのスタンハンセンは他人の家に土足で入ってきた男でありまして、非常に正義感の強いジャイアント馬場といたしましてはこういう男をもう徹底的に決まって嫌っております。さあ PWF のヘビー級のタイトルマッチでスタンハンセンをやっつけるか、いい攻撃に出た、首にジャイアントババの命であります、両方の足がかかってますね。そうです、はい、完全にネックシザースになっています。この攻め方面白い、はい、完全にネックシザースになっております。場内はもうゴーゴーたる声援であります。もう1万500人のお客様、もう熱心にこのババスタンハンセン戦をじっくりと観察しておりますが、しかしジャイアントババの非常にいい作戦に何かこう打たれたというような感じがいたします。
完全にババコールに包まれました。1万500人の東京体育館。さあしかし隙を見せますと危ない。何しろ馬力があります、パワーがあります。キタンハンセン一度立ち上がりました。そしてストンピングを落とします。ストンピングを落としますが、ババアもがっちりと左の腕を取って離しません。あくまでも左の腕を取っております。関節攻撃に出てまいりました。ジャイアントババア左の腕は離してはなりません。そして黒いサポーターの上からチョップチョップ、さあ関節にチョップ。それではラリアットは打たない、ベスタンラリアットは打たない。やれやれババやれやれババ、さあ行きました。左の腕殺し、左の腕殺し、バイバババ再三空手チョップを見舞います。これで完全に必殺のベスタンラリアットを防いだでしょう。しかし今は円錐切り、円錐切りでこれを離しました。スタンハンセン大きく抱え投げ、力持ち怪力135キロスタンハンセン。さあしかしまだ危ないぞ、油断大敵だ。ババ危ない、ババ危ない、ババ返した、返しました。こう試合になってまいりました。ジャイアントババ対スタンハンセンの PWF のヘビー級の選手権試合、やり合います。今度は喉元へ、脳天へ、ババが返す、チョップを返す、チョップを返しました。思い切ってロープに踏んで、今度は32万人間ロケット砲。スタンハンセンさすがにババの前に屈しました。32問であります。そして右足を合わせます。しかしスタンハンセン危ないぞ、おっといきます。ショルダースルー、ショルダースルー、スタンハンセンベスタンラリアット危ないですね。そうですね、相手からいけますからね。しかしジャイアントババの視線は完全にこの黒いサポーターに目が合ってましたね。余裕を持ってね、見極めてますね。そうですね、相手の呼吸には合わせません。そこがうまいところです。ジャイアントババもう一回ロープに振ってスタン、あ、いったウエスタンラリアット飛び込みざま、カウンター4のウエスタンラリアット、ババとうとう食ってしまいました。場外に送り出します。スタンハンセンとうとうウエスタンラリアット爆発、そして場外に飛びながら両方の手を合わせました。ババは必死で入らなくてはなりません。もちろんこの PWF のヘビー級のタイトルマッチは反則でも反則でもタイトルの移動がありますが、ババは必死で戻らなくてはなりませんが、ババの下からでも高い鉄柱にぶつけた。今度は場外でババ有利、ババのチョップが飛ぶ、ババのチョップが爆発、スタンハンセンの返す、ハンセンの大きなパンチ、ものすごい下のパンチ、ハンセンもおっと今度は中に入りました。上樋口レフリーもちょっと暴行を働きました。上樋口レフリーが沈んでいきました。さあレフリーがいなくなりました。場外での両者の戦いぶり、場外での両者の戦い、ババが今度は赤い鉄柱で、スタンハンセンが早く中に入った。しかしカウントを数えるレフリー不在、レフリーが不在になりました。どういう公式の展開でしょうか。上樋口レフリーがこれです、ぶっ倒れています。両者を場外で分けようとした時にスタンハンセンが暴行を働きました。上樋口が、腰からずっと下がっていってしまいました。レフリー不在です。しかし時間無制限の一本勝負、まだ勝負はついておりません。公式な見解は出ておりません。しかしジャイアントババここでまた息を返しました、引き返しました。しかし背中を見せてはいけません。さあ今度は若手がリングの中に入ってくる。グレートコジカが捕まった。大谷ウェスタンナリアット、今度はグレートコジカに猛然と襲いかかります。ババが今やっとリングの中に入ってきた。ババが入ってきた。さあババもう反撃開始、時間無制限の一本勝負、まだ勝負はついていない。ダブルチャップ、ダブルチャップ、サブレフリーの和田恭平が出てきましたね。そうですね、サブレフリーの和田恭平が出てきました。はいはい、そうですか、わかりました。しかしまだ正式な判定は出ておりません。1万500人のお客さんの中には告げられておりません。今のところ両者反則というような展開。さあババとハンセンがやり合います。ババとハンセン、ババが大きいロープに飛ばして16番、どうだ。ハンセンはしかし場外に飛び降りました。ハンセンが控え室の方に逃げ帰ろうとしておりますが、おっととどまりました。ハンセンです、これがスタンハンセンです。果たしてタイトルの行方は、果たしてタイトルの行方は今公式発表。12分39秒、両選手反則が今告げられました。従いまして引き分け、ジャイアントババ対スタンハンセンの PWF のヘビー級選手権、ババはここで9度目の防衛にやっと成功いたしました。ひとまず成功ですね。そうですね、まあ、ちょうどあのレフリーがですね、樋口レフリーがハンセンとババ選手の両方の間に挟まってダメージを負ってしまったという形になりましたね。そうですね、はい、しかし猛烈な試合でした。ジャイアントババ対スタンハンセン、さすがにこの世界のジャイアントババ、スタンハンセンの猛威、ストンパー役を十分に果たしましたね。はい、やっぱりね、左腕を殺した、それによってね、ウエスタンラリアットの威力をね、半減してしまった。
だからこそあのウエスタンドリオートを食っても起き上がってこれたんですね。そうですね、はい、さすがにジャイアント馬場であります。勝負の方は両者反則で結局は引き分け防衛でしたけれども、これでジャイアント馬場の評価は実力は高くさらに評価されるでありましょう。スタンハンセンのウエスタンダラットを防ぎました。しかし猛烈に飛び込んでまいりますスタンハンセンのウエスタンダリアット、一発は結局はまあ食ってしまったんですけれども、本当によく我慢しましたジャイアント馬場であります。